総合格闘技、ストライカーという戦闘スタイルのアズセナですが、モデルになっている格闘家はいますかあの、ね、格闘家、特定の格闘家をモデルにはしませんでした。うん、ただ、MMA で打撃中心っていうのが、そんなに、その、やって、まあ、鉄拳ではやってこなかったし、えっと、そう、ストライカーながら MMA みたいなて、あの世の中的にも、まあ、最近はいるのかな。 あの、寝技とか、その MMA っていうのが、総合格闘技っていうのが知れ渡った時代とか、ブラジリアン柔術が流行った時って、やたらグラウンドに持ち込むみたいな、多かったじゃないですか。で、そこにやっぱり僕らも影響を受けて、いろんなキャラクターにそういうのを入れていったんだけど、まあ、できるだけストライカーとして、こう、リングを、こう、縦横無尽に走り回るみたいなイメージをして作ったので、特にそのモデルにした格闘家ってはいないね。うんうん。な、う、る、ん、ほど。 アズセナには攻撃をかわしたりリベルタドールという構えや UFO ロールなど独自の技がありますが、はい、アズセナで新しいものを試したかったという考えは原田さんにありましたかえっとね俺というよりかはバトル班がすごいチャレンジしてましたね。はいあのー、これはははね今回はそのバトルのこうギミックといいうかその仕組みについては僕はあんまり 細かく指示全くアズせなに関しては出してないんですよ、うん、でじいにちょっとやってごらんってやったらある日なんかこう冗談技を死ぬほどよけるみたいなのが入ってて <laughs> 綺麗に返しました、ね、おお大丈夫かこれみたいな <laughs> <laughs> ただ僕の構想じゃないですねあれは<ー>バトル班が考えてくれましたね、うん、分かりましただ俺がびっくりしたぐらいだから、ね「<laughs> から大丈夫?」って言って,たって。<laughs> <laughs> ペルーステージでは UFO やエイリアンなどがいますが、これはオカルト好きな原田さんの指示でしょうかいや、なんかね、そう、違うんですよ、これね、<laughs> 鉄拳プロジェクトの、その、いわゆる背景、背景ね、その、バトルフィールドを作るね、背景班っていうのは、昔から宇宙人とか UFO 入れたがるんですよ。<laughs> 何かありましたっけ他に今まで。いや、いや、実はいる。嘘これ結構、鉄拳すごいやってる人とか、詳しい人だったら、見覚えがあるはずなんですよ。えーね、覚えてないのね、もうね、ファイブあたりからいるんですよ。<laughs> 背景に。<laughs> ここね、宇宙人とかいうのちょっと隠れてるんですよ、ん実は。何かやるとピッて出てきたりするんですよ。あで、やめろっつってんのに、やめて、やめろ、やめてって言ってんのに、 いるんですよ。<laughs> だからもう、勝手に入ってる。<laughs> あ、そんな前からいるんですね。いる。気づい、僕気づいてないっすよ。だから、それで言うと、その別にこれ、セクシュアルな意味で言うわけじゃなくて、その人として自然なことですけど、その、例えば、胸が、バストが揺れるってあるじゃないですか。揺れるはね。でも 硬くなに鉄拳揺らすなって言ってたんですけどうん、うん、あの某格闘ゲームとか他のは結構揺らしてるので我々は硬派でいくぞと硬派っていうのは別にその意味は硬いって意味なんで <laughs> 本当にうん、うん、本当にかなんかそれもずーっと揺れてるのにこうマスターアップってねその、うん、ロマスターロムができる直前に突然揺れ始める誰だ 誰 <laughs> プログラマーとプログラマーとモデラーとが多分こっそり裏で組んでるじで,ですか。と作品を追うごとに自然に揺れるようになっていく<ー>そのうちこの太ももだとか、まあ、細かいところ実はちょっとこうねじったらちゃんと肉がついてくるとか揺れるとか、うん、そういう柔らかさみたいなのを。 すごい再現するようになっていって。まあまあまあ、今最近リアリティが高いのでいいんですけど、うん、不思議ですね。あの、だから言わなくてもや、勝手にやっちゃう人たちが多い。あ<ー>むしろ俺はやるなって言ってるのに入るたな, <laughs> なるほどね、はい。だから俺がそういうオカルト好きで入れてるわけじゃないですよ。昔から勝手に入ってくるて。<laughs> <そ>れ <laughs> どうせ入ってんだろうなと思って <laughs> やっぱりここにはいたっていう <laughs>、うん、なるほどなんだすっかり原田さんと、ね、違うんですかね。まあでも実際ねあのあそこは本当ムーが好きな場所じゃないですか、うん、ペルーって。うん、でペルーの人の中でどうなってるんだろうね知りたいねペルーの国民性というかペルーの住んでる人の中では自分たちのところが割とそのオカルト 系の UFO だとかいわゆる超科学現象みたいな UFO はいたんじゃないか昔昔そういう宇宙人が来たんじゃないかとかいろんなこと言われてること自体はよく知っているのかそれともそういう国国民的にもやたら UFO 見る人が本当に多いのかとかどどんな感じなのか聞いてみたり、ね、聞いてみたいですよね,ねそれこそですペルーのプロモーションが UFO なんかいませんよって言うのか <laughs> でメキシコとかはかなり、うん、僕は実際現地で聞いたら 見たことあるって人がいたら多かったんです。はい。テッケイにはアズセナ、ビクター、レイナー、三人の新キャラが参戦しますが、このキャラはこんなプレイヤーにおすすめなど推しのポイントはありますか？今回はうん、うん、そのスペシャルスタイルってこうボタンね、えっ、ー、と、はい、もうワンボタンでこうここをトグルするだけで。 通常操作とあの簡単操作リアルタイムに切り替えれるでどのモードでも使えるんですよオンラインでだろうがランキングマッチだろうがなんでどのキャラも結構そこそこ使えちゃう、うん、昔はねちょっと初心者向けのキャラってあえて設,設定したりとかしてたんですけど今回はそういう意味で言うと入りはしやすいだから俺もあの新キャラとかまだ慣れてないけども,もうそれでバンバン使えるようになってきてるのでそういう意味でどれを使ってもまあ割と 使いやすくはなってはいるんだけど、うん、もう、えっと、そうね。いや、もうそれ触ってみて、うん、フィーリング合うかどうかじゃないかなと思うんですよ。まず見かけから入って選ぶ人は多いと思うんだけど、その後操作感覚が合うか合わないかみたいなのは人によって違う。ただ意外とビクターは結果なんですよ。社内的にその海外のいろんな国の スタッフいいるわけじゃないですかだから広いサンプルが取れるわけでしょ。ビクターはね幅広いですね<う>指示があの。みんな使いたがるし使ったら使いやすいっていうしっていう意味で言うとやりやすいのかもしれない。んなんかね近距離でも細かいこともできれば離れた場所からこれ技届くのかな何をすればいいかって時に意外と届く技が多いというか、まあ、割と。 とどのレンジでも戦えるみたいなのがあって、やりやすいとか。まずせない意外とトリッキーなので、あのー、割と大胆なことができる人の方が強いかもしれないですね。うん、攻め、攻め、ガンガン攻めるし、こう防御する時もちゃんと、こう大胆に、こう、確信を持ってガードできるかとかっていう人の方に向いてるかな。かアレインナは、 レイナはまああのビデオ見てもらえば分かりますけどちょっとな,なぜかなんかこう、うん、とある流派の技を使ってたりするのでな,なんででしょうねねあれね、うん、そういうのが好きな人はまさにペルーの人とか向いてるんだよ<ー>、うん、ペルーミシマスカイ多いからあれに近しいことはまあでも全然違いますよ彼彼女はオリジナルのね動きをしてますけど。 かっこいい、まますかはりしたま新キャラ、エイトから始める人は全員おすすめですよ。あずせなもですが、鉄拳エイトの32キャラの衣装が過去作よりも圧倒的にかっこいいし可愛くなっていると思いますが、ああそうアパレル展開やグッズ販売を考えていますかははい、はい、あのいやこれ、ねこれ 結構ね、これ印象、人によって違うんですよ、実は。その、よく見ると、ト、うん、の、その、トに出てる、昔からのシリーズに出てる既存のキャラっているじゃないですか。は、リニューアルはできるだけしつつも、何のキャラかをパッと見てわかるように、前のイメージをちょっとだけ引きずるようにわざとデザインしてるんですよ。だから、変えすぎてない。あの、ここが微妙で、えっと、 新作だからガラッと変えてほしいっていう人ってどういう人かっていうと、もうやり続けてる人、鉄拳。もう、もうほとんど365日やってますみたいな人は、新作なんだから完全にリフレッシュしてほしい。しかもエイトって、モデルから骨構造から全部ゼロから作り直してる。で、せっかく作り直してるんだから、完全新規にもう見て、もっと新鮮にしてほしいっていう意見も、逆に言うとすごいコアな意見としてはあるんですよ。なんだけど、それをやっちゃうと、 何が起きるかって、俺は実際ちょっとやったんだけど、あの、だからプリセットの衣装って全然違う衣装がついてうん、うん、あれやってみるとね、あれこれ誰だっけみたいな。<laughs> なるほど,るほど構えで判別できない人は、もう一瞬誰かわかんないみたいなことが起きるので、それってキャラのアイデンティティなわけじゃないですか。そのカラーとか、その、この、このキャラは例えば、アリサだったら安心メトリー、ね、非対称のコッシュも着てるとか、例えば昔のポールだったら赤いとかね。 そうポールは今回結構変えちゃってるんだけど、まあやっぱりまだ定着しきってないキャラとかもいるから、キングとかもガラッと変えようとしたんだけど、変えたらなんか、あの、キングの親戚みたいに見えちゃう。<laughs> なるほど、なるほど。はいはい。だからなかなか難しいねってことで、実は一番、まあ、悩んだのは既存キャラなんですよね。<ー>で、そうやった結果、えっと、やっぱり今みたいに、あの、すごくいいって言ってくれてる人は、 あのー、コンスタントにシリーズは買ってくれてるんだけども、あのいい具合、いい意味で鉄拳7。とかはもう飽きて早く審査が欲しい人 <laughs> <laughs> うん、うん、はやっぱり後半のなんですよね。<ー>だからここのバランスがまあうまくそういう意味で今の感想とか聞くと言ってるところでもあるのかなと思うんだけど。アパレル展開はあの？今回はちょっと。 いいろんななとととこと話したいなと思ってはだから例えばレイナの服とかはいやあれは売れるわあれは <laughs> あった方がいいんじゃないの <laughs> あ,れあれは普通に売ってほしい、うん、あれは欲しがる人、うん、今,今も結構出てきてるし実際俺もあれはい、あれはなんか綺麗そうだよねみたいな、はいはい、下手に鉄拳とか入ってなくて、うん、ああいうものでこう自分の好きなものを表現するっていう方がいいじゃないですか。 じゃあコスプレかって言われると、そうでもないし、なんかあり得るデザインだし。うん、ああいうものを展開するみたいなのとか、いいあと靴とかね。はいはい、靴とかやりたいですね。うん、まあ別に、俺はそのシューズマニアとかではないんだけども、やっぱこう、スニーカーとか靴とか好きな人多いじゃないですか。そういうところを展開ちょっとしたいな、っていうふうには思ってますけど、うん、まあそれはあの、バンダイナムコだけでできることではなかったりするので、うん、あのー、いろんな、 企業の方はお待ちしてます、ね、<laughs> あの僕らからもオファーいきますけどました、うんうん、11月12日に行われたエボ・鉄拳・エイトショーケースで、うん、パキスタンのアルスラン・ラッシュ君が新キャラ「アズセナ」を使って大暴れしたのを現地で見て,見ていた原田さんは「うんはい、ナーフ確定」と言っていましたが本当ですかあ あのー、<laughs> 言ってましたよね最後ねなんだろうなあのねエキシビジョンマッチっていう言葉が、うん、あんなに国によって捉え方が違うんだってことは言葉って難しいなと思いましたね。うんうん、エキシビジョンってなんだっていうことですよ。<laughs> はいはい、エキシビジョンっていうのはパフォーマンスを見せるどういう意味のパフォーマンスかっていうとそれ選手のパフォーマンスと意味もあるけど違う意味もあるわけじゃないですか。はい、例えばじゃあ えー、空手のエキシビジョンマッチをしましょうとか柔道のエキシビジョンマッチをしましょうってなった時に柔道のあまりにも真剣にやったがゆえにこう体重移動だけはしっかりするんだけど投げ技が3分間出ないとかねそれはま,まずくないですか <laughs> なぜかというと柔道といいうう柔道ものの魅力を発信するために えー、エキシビジョンと言ってるわけなので、やっぱりそこは、あのー、勝敗もある程度重要だけども、それ以上に、えっ、ー、と、そのスポーツが持っている技っていうものがどんなものなのかってお互い出し合う。うん、うん。で、それは空手でやってもそうじゃないですか。やっぱ空手でもこう、う殺気が強すぎて手が出せんちと、お互いがじりじり睨み合っててもしょうがないわけで、まあ、手を出し合いましょうよ。で、それは、 あのやられる側もそうだけどその反撃するチャンスもあってみたいなところで技が交差するっていうのがああこれはすごくいい競技だと面白いなということを見せるのがエキシビションじゃないですか。<laughs> それをそのアズセナというですね、えっと、まだ多くの鉄拳プレイヤーが当たり前ですけど慣れてもいない,はい、はい、攻略もできていない慣れてもいないキャラで。

It's such a uh, cool concept. But the wall running 3-2, yeah. tried and true with the MVP as always. Just not wanting to run into anything from this new character, but the problem is you give her that space, that's the perfect spacing for her to just run back in with that running 3-2. Bro, and you see Arslan's face when we cut back, nothing but... It's <laughs> not <laughs> <laughs> その波とか流れとかっていうことをやっぱやってほしかったんですよ、はい、僕はね。そうですね。あの、だから、ちゃんと見せてくれと。ただ、<laughs> その発注はしてなかったですよ、もちろん<ー>だって、それを八百長だと思われたら困るし、うん、そこは真剣勝負なんだけども、ね、ある程度やっぱりその、お金もかかってなければ、か何かの名誉がかかってるわけでもないので、うん、この鉄拳8の魅力を、 みんなに発信してほしいっていう目的だけはまあ、はい、言ってあったわけですよ、はい、皆さんには。で、その枠組みの中でやったときに、あの、圧倒するっていうのはですね、うんうん、みんなの意識が違うとこ行きませんだって視聴者の人どういうふうに見てましたあ,あ、て、なんかいろんな試合見たときになんかいろんなキャラが見れて面白い。あ、キャラ変え、試合ごとに変えてくれるんだありがたい。いろんなキャラが見れるって、そういうところで喜んでるわけでしょ誰が強いかではなく、うんな 鉄拳エイトってこういう戦い方になるんだ。こんな駆け引きになるんだ。あ、スーパースローも今回もあるんだ。あ、すごいすごい、このキャラ、こういうことができるようになってるんだ。ってところでチャットが埋まっている中、アッシュ君の試合は、おいおいって感じなわけでしょ、みんな。なんか <laughs> いや<ボ>いやいやいや、<laughs> ボ,コボコボコ、わからん殺ししとるから、みたいな。<laughs> ボコ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 でそれって、なんかあの、いや、あの、そうじゃないです、感は。うん すごかったわけですよ。<laughs> 現地でも、はいそ。そうじゃないですで。本人は楽しそうにやってるのよ。そう,ね、そういう意味では、真剣なんですよ、ね、アッシュはすごいニコニコ、はい、笑顔でやってるっていう意味では、い,いつもと違うんだけども、うん、あのー、そうか、エキシビジョンっていう言葉をもうちょっと噛み砕いた方が良かったのかなみたいな。<laughs> 言ってるじゃん。あの実際アルセアが強いかどうかっていうのが証明されるのって、<ー>本当は統計でしか出ないんですよ。はいはい 世界的に何,何百万回、何千万回って試合をした後に、まあ持ってるわね、鉄拳セブンとかのデータも。それで言ったら、例えば前、いつも言ってるように悪魔、号機ですよ。うん、号機なんてめっちゃ勝率低いわけですよ。<laughs> もう、なんか、50%いけないんですよ、絶対に。あ,うん、あの、40%前半とか、下手したら40%来てた時もあるんですよ。なぜなら使いこなすのが難しいから、これがたった一人、 ずっとナーフ続けされ続けているにもかかわらず、たった一人二人が異常に使いこなせる人が,が大会で目立つと強すぎるってみんなが言うんだけど、いや、君たち日々そ、その強すぎるプレイヤーに会うこともない人たちが、普段はうまく使いたいってやってるけど、ボコボコにされてる。むしろ負けてる側なのに、一人すら強いのが出てくると、印象としても強すぎるってなっちゃう時代でしょだからもう統計なんか意味なくなってるわけでしょ、うん、印象論でしか語られなくなってる時代に、 アズセナがデビューからああいうことの評価を受けるっていうのはまあだからナーフって言ったってみんなピンとこないよな別にほん強すぎな本当はだってどこにいるか分かんないのにうん、うん、何をもってナーフなのか分かんないけど、うんうん、あそこはだから上がりなんかやばいんじゃないかってい強い印象を和らげるためにカウンターとして俺ナーフだって言ったわけで、まあ、実際あの だあほんリアルで言うとあずせさんに限らず発売までいじり続けるのでそういう意味で言うとバランスは取れていくというか初期のバランスをこれぐらいでいこうというのは決めるんだけども、うん、だからそういう意味で言うと別にあずせな以外もう触るからっていう意味合いなんだけどあの時はそのバランスを取るためにナフといいう言葉を使いましただからあれはねなんか世,界世界中がね そうだから俺はあのナーフという言葉に何を込めたかっていうと <laughs> これ英訳難しいなそういうとこだぞっていう意味を込めたんですなるほどね。そういうとこだぞって英語で何て言うんだろう。なんて言うんですかねうちの翻訳さんにちょっとうまく聞いときますよううとこだぞは難しいですね。まあでもあるよ近しい言葉は確か。うん、でもアッシュってなんであんな天然なんですかね だからそれが彼の強い気分 <laughs>、うん、だろうし <laughs> そこは無邪気に無邪 <laughs>、ね、本当に無邪気にやっちゃったんです<う>だからねかわい,いんですよあの逆にのびくんとかはあのエキシビションってことを逆に言うとちょっと強く意識しすぎるぐらい意識してやってくれてるんですよ。あのキャラも変えるしやろうとすることもまあ勝ちたかったらやらない大胆なこととかをやってみせようとする。うんうん っていうことで逆にボコボコンとやられちゃう時はやられちゃうみたいなそこから勝つときは何かすとんでもない勝ち方をするみたいなだからそこは彼はプロとしての意味をちょっとかなり考えてやってくれる人なんですねうん、うん、だからあのただ強いだけじゃ意味がないあの人としてもそうだしプレイヤーとしての魅力ってどこに現れるかって,言って強さだけじゃん時々もそうじゃないですか、うん 割とそういう考えでやってくれてるんだけど、うんまあ、本当に無邪気にああ「この連携分かんないしちゃおう」って言いながら「イエーイ!」っていう人もいるから <laughs> いや難しいなと思って <laughs> それが見てておかしくってね、うん、あの現地の空気はすごかったですねあれ途中で言ってあげなかったんですかああのマイクに入らない程度のヤジが飛んでました、ね <laughs> そう。そうじゃない ってそうじゃない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 そんな場合じゃないそうあのいやこれあの「鉄拳エイト」の魅力を伝えなきゃいけないからみたいな君が強いかどうかを見せる場所ではないみたいなだからだからなんかななんら知ってるじゃんみんな強いそうそうそうまああの表情といいねねねえニコニコして。 <laughs> いやあの、うん、楽しんでくれるのはいいんだけどみんなを楽しませないと君が,君が楽しくなってどうするんだよっていう,そう,そう,そうね。といね。難しいですよだからプロって難しいなと思いました。だからあのイベントはあのいいイベントだなと思って見てたんですけど僕のイメージ的にはあのフィギュアスケートの、えっと、ショットとオリジナルがあって、うん、最終日ってあの。 お客さんとか視聴者の皆さんのために自分がこう見せたい演技をしてくれるエキシビションデーがあるじゃないですかあそです僕そういうイベントなのかなっていうイメージであだからだからだ日本人はそうなるんですよああこれが地域とかによっても結構違うんですよ割と国によっても違うし、ね、なるほどねまあでも面白いイベントでしたいやまあ <laughs> これ、歴史ビジョンだよね、みたいな。感じの空気がすごかったです。はる <laughs> <laughs> さん、そこにですね、うんうん、そのペルナの,の差し入れいただいた方々から。はい、帽子とね。あ、あね、そう、これも、このニット。そもそうなんだね。ペルっぽいでしょ、うん、あの。 原さんよかったらつけてって言って、うん、今日差し入れでした、ね、あああのペルーの関係者の方々は俺が帽子がやばいことを知らないんだねん知らないと思いますペルーの印象悪くなりましたよ僕が帽子かぶると <laughs> でも絵的に面白かったらほらいやあのー、何せあの、ね、あ<っ>視聴者の方知らない人はには解説しますけど 僕は帽子に昔から似合わないんですね。うん、小学校の頃から。うん、で、僕は帽子かぶったらどれらい似合わないかって話をしてたら、あの、桜井さんって言うるじゃないですか、あのスマブラとか <laughs>、はい、カービィの。桜井さんって方は、すごく、こう、他人に礼儀正しく、あの、すごくいい方なんですけど、いや、そんなことないんじゃないですかって言って、僕が帽子かぶった姿を見て、 あの桜井さんが吹き出して爆笑してますよね。<laughs> お借りしていいですかあはいはい。ほら、だって、見たいよ、桜井さん、あの、ああってなったんだよ。<laughs> やっぱり、俺、鏡みたいなのがわかんないけど変、変追加泥や,やっぱそうだよね。<笑><笑><笑>いや、でも、そうなんだよ。<laughs> いやー、あの、泥棒とは全然思わないんですけど、なんかあの、バックボーンが見えてくる。<laughs> ですよね。真ん中のバックボーンが見えてきまて、ね、すして。 取るかぶらないんですよ、ね。<laughs> なるほど。あの探偵さんがかぶるような帽子ね。そう、もう桜井さんの耐収録中にであるにもかかわらず耐えられなくなって、あははははははって爆笑しました。爆笑しました、ね。それぐらい僕は帽子は似合わないんですよ。<laughs> うんうん。特にああいう。 桜さんみたいな帽子は特にってことなんですけど、これもね。まあ、だから典型的な野球帽、ちゃ野球帽、いいですか。どっちのカメラに向かって。いやもう、あっちですか。こっち行きましょうか。どう。えんと、こそ泥みたいです。ねどうですか。でも、まあ、あの桜井さん時よりは、まあ、しかも。つばがあるからかな。あ、つばは向こうもあったけど、なんか。甲子園にいる感じはしますよ。 あの。甲子園球場にいる。カープファンみたいな。<laughs> そんな感じ、そんな感じ。な感じですね。うん、全然。やばいんでしょあと毛糸のやつとか。か毛糸のやつとかは。いや、どうでしょうね。でも、これぐらいカラフルだと、誰が被ってもおしゃれなるかな。意外と可愛く。なる意外と可愛い,いか、かっこいいかもしれないですね。どうでしょう。じいきますよ。 これは駅前で絵描いてる駅前で絵描いてる駅前で絵描いてるあのねケバブ持ってそういや国変わってるやん地域全然違うケバブだでもこっちのほうがいいなペルーはケバブじゃないから絵描きさんっ散歩室はアーティストっぽいあ当に何か商売始めれるかなじゃあこれで

本当だアルパカ柄が入ってるんですよこれみんな同じ方向向いてる同じ方向向いてるテとか歩いてるわかっこいい一個ぐらい違う方向向いてる子いませんいないいない <laughs> ドットアートですそういうギャグは入れないんだね入れないんですね <laughs> ペルー編はこんな感じではい。みんなペルー1回行った方がいいよね。ペルーツアーとかペルーツアー意外とあるんで原田のバーインペルーってどうですか い,い,いやだから行くんだったらやっぱりそのもう都市部はもういいのでうん、うん、い遺跡とか行きたいなではねナスカの地上絵の横でナスカの地上絵は地上で見ると <laughs> さっぱりわからないない。